皆さんこんばんは、マキアインスタライブのお時間です。こちらのライブをご覧になるときには画面の明るさと音量をご自身の端末でご調整の上ご覧ください。私はマキアエディターの横山由香です。よろしくお願いします。はい、本日はマミ様こと瀬戸マミさんと一緒にお送りしていきます。あ、遠い。こんにちは、マミ様です。よろしくお願いします。そしてすいません、はい、今日もしっかりと対策をした上で配信していきます、はい、さて今夜はマミ様によるマスクリンクメイクということで、早速ですが始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。今夜はマキア公式ブロガーの萌えさんにモデルを務めていただきます。萌えです、よろしくお願いします。はい、萌えさんもマスクをするようになってからメイクでお悩みって増えましたか？そうですね、ベースメイクがかなり崩れやすくて困ってますね。そうですよね、マスクで擦れたり蒸れたりして普段よりお肌にストレスがかかり崩れやすい状態ですよね。マミ様、マスク着用時の失敗メイクを教えてください。はい、任せてください。なんとまとめてまいりました。じゃん、こちらでございます。これは NG マスク失敗メイクというのをまとめてみました。まず1個目ですね、ドロドロ厚塗りベースメイク。なんか心当たりある人もいるんじゃないでしょうか。やっぱりこう崩れたくないっていうので塗って塗って塗ってっていう風にしてしまうと、逆に地崩れを起こしてしまうっていうの恐ろしい現象ですね。そして2つ目こちらです、プツプツ肌荒れ勘違いということで、肌荒れしたくないから逆に塗らないっていう人もすごく多いんですが、これ大間違いです。逆に1枚やっぱね塗った方がいいという話後でさせてもらいます。そして最後こちらですね、3番目、目元だけギラギラ盛りということで、マスクしてるのでここだけで勝負しようとしてすごくこう持っていくっていう女子が多いんですが、これも間違いということで、ここゆっくり説明していきたいと思います。はい、ということで今回はマスクとリンクさせて美人印象を作るマスクリンクメイクを解説していただきます。はい、はい、では下地からですね。はい、こちらがエトボスミネラルインナートリートメントベース 25ml SPF31PA3+4500円、こちら9月16日発売です。乾燥による小じわまでケアする新しいメイクアップベースで、たっぷり含んだ美肌成分が素肌までケア、ラベンダーパール配合で光の反射で肌の色ムラを補正し、シミ、くすみを飛ばしながらあふれる透明感を演出します。はい、ね、すごい潤いのあるタイプのね下地なんですけれども、今萌さんもやってもらってるみたいに2プッシュほど出してもらって、お顔全体にまず点在させて、もうなんか乳液を塗る時のようにもう指全体でまんべんなく伸ばしていきましょう。もう乗せたところからねツヤが生まれてますよね、横ゆかさん。はい、めっちゃツヤツヤで綺麗ですね。やっぱり化粧下地はこういった保湿系のものを選ぶ方がいいんですか？うんうん、そうなんですよ、やっぱこれからどんどんね気温も湿度も下がってくるので、なのでちゃんと潤いのねバリアを張ってあげるっていうのは大事です。で、このように点在させながら、そう今プッシングしてくれてますが、崩れないようにしっかり密着させてあげましょう。 SPF31 入ってるので日焼け止めもね効果もあるので、まんべんなくねムラがないように塗るのがポイントです。あ、綺麗ですね、ツヤが、うんうん、ではね、出てますね、ツヤで綺麗ですよね。じゃあでは次にファンデーションですね。はい、はい、今日はこちらを使っていただきたいと思います。はい、カネボーフュージョンフィットウェア SPF27PA2+ 全8色で各 30ml 6000円です。こちら9月4日より発売中になってます。肌そのものが美しくなったかのようにみずみずしいツヤ肌に仕上げるリキッドファンデーション、均一な極薄膜を形成し、肌にしっかりフィットしながら毛穴くすみをカバー、クリアな肌色をキープします。はい、ということで私自身もねこれ大好きで実は使ってるんですよ、うん、よくなんかインスタライブで見ました。そうなんです、塗った感、被膜感がなくて、で少量でいいんですよ。今萌えさんすごくね大事なポイントやってくれてるんです。ちょっとカメラさん手元見てください。出したところと指でねなじませて、ちょっとそうワンバウンドさせるところを分けてあげるんですね。で汚れるから嫌っていう人もいるかもしれませんけど、拭いたらおしまいなのでね拭いてください。このワンバウンドさせることでごくごく少量を顔にちゃんとこう塗布することができます。でポンって置いたらすぐに手早く伸ばして、みるみる顔のね細かい色ムラがなくなっているのがわかると思いますよね。
これあれ今使ってる色って何ですかっていう質問があるんですけど、はい、今使ってもらってる色はオークルの C ですね。オークル C、 周りとかも目周りも大丈夫そうかな。目周りも濡れてる。あ、素晴らしい。綺麗ですね。鏡で確認してもらってね。目周りこれコンシーラー使わなくても、あの少々のか、あのクマであればカバーしてくれるので、どうですか萌さんのお肌がどんどんツヤ感で、塗った感ないんですよ。すごい、めっちゃ肌は もともと綺麗な人ですですみたいになってですってなってますね。で、皆さんからもね、みちこみみさんとかも指で塗るのが一番ですかとか、 YUI さんも手で塗るのでしょうかということですが、これ手でもブラシでもスポンジでも正直塗りやすいやり方で構わないかなと思ってるんですね。で、大事なのは、まあ、あくまでも少量を重ねるっていうのが大事なので、なんで、まあ、今、ね、萌さんはやっぱ塗り慣れてる指で塗ってもらいましたが、そこは皆さん塗りやすいようにしてもらっても OK です。はい、はい。で、ファンデーションもリキッドやクッション、パウダリーなど様々な形状がありますが、どれを選ぶのがおすすめですか？はい、ファンデーションの形状なんですけれども、今のね、このリキッド、ね、これもパウダーでもリキッドでもクッションでも正直何でもいいんですよ。だから楽ちんですよね。何でもいいんですか？買い足しゼロなので。大事なのは少量を重ねる。また大事なことは2回大きくゆっくり言いましたけどね。大事なのは、そう、少量を薄く薄く重ねていくというのと、厚く塗っても大丈夫なエリアと、薄く塗っておかないとやっぱ崩れやすいって部分があるんですね。そこをやっぱり見極めてもらって、よく動く目周り、汗かきやすい鼻周り、ね、あとよくね、私みたいによく喋る口周り、こういったところは薄く塗ってもらうっていうのもポイントです。あ、じゃあ何を選ぶかっていうよりも、あの塗り方っていうことで、皆さんも明日からすぐに真似できますね。はい、そうなんですよ。なんで今使ったのが下地、そしてこちらのファンデーションでしたね、はい、さあ、はい、次は、はい、フェイスパウダーですね。はい、はい、フェイスパウダーがカネボースムースフェザリーパウダー4000円です。フェイスパウダーをかけるとどんな効果があるんですか？はい、フェイスパウダーはやっぱり使ってほしいんですけども、やっぱりお肌のサランラップ的な効果で、ファンデーション、まあ、あとはコンシーラーとか塗ったものをしっかりフィットさせてあげるという効果があります。で、今萌さんがやってもらってるみたいに、大事なのはパフにしっかりと粉を揉み込んで、パフの中までしっかり粉を入れて、でそうすることによって、もみもみして、今ね、パンパンってやってくれましたけども、手の甲にパンパンと出しても、そう、ボテッと出てこない。軽く、そう、軽くね、薄く少量ずつ出すっていうのが、これまたつけ方のポイントになります。さあ、実際つけてみましょう。はい、おでこから順番にやっていきましょう。そうそうそう、皮脂が出やすく崩れやすい真ん中のラインですね。おでこ、鼻周り、そんで鼻の下。私はよく鼻の下に汗かくんですよ。そう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 。で、あとはアイメイクとかが崩れないように目周り。そう、目周りは今萌さんも、そう、パフを二つ折りにしてくれ、あ、慣れてきましたね。もう言われなくてもカメラ目線。目周りはね、やっぱ崩れやすいポイントなので、そこはさらっとさせておきましょう。あと目の下もね。そう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 、目の下もさらっとさせてあげるのがポイントです。で、頬とかフェイスラインは実はそこまで、うん、しなくても大丈夫ですよ。そうすることによって、どうですか、触ってみてください。そうですね、結構もちもち潤ってるかなと思ったんですけど、うんうんうん、外側はさらっとしてて、これならマスクにもつかないかもって思います。ありがとうございます。台本通りじゃない。でもなんかちゃんとね、自分の言葉を付け足してくれて、ちょっとまみ感激でございますよ。で、ね、このパウダーもやっぱ大事です。特にマスクつけるところ、擦れるところはファンデーションだけだと、その油分をマスクが吸ってしまって崩れやすくなっちゃうんですね。なので、やっぱ粉をね、1個かませてあげた方がいいです。はい、はい、花子 KD さんから質問で、粒子は細かいですか？粒子めちゃめちゃ細かいですね。だから吸い込み注意ですよ。吸い込み注意もっていうぐらい、もう細かくて、今ね、萌さんがまた、萌さんちょっと名アシスタントで雇いたいの。雇ってください。雇ってください。まさかのここでアシスタントが見つかるっていう。とても指でね、ちょっと触って見せてあげるといいかもしれないです。これね、ネットからそう出てきて、サラサラっとして粉っぽさが全然ないんですよね、うん、すごい軽いです。うんうんうん。なんで、このフュージョンフィットのファンデーションとの相性もすごくいいし、まあ、どんなファンデーションでも相性よくなじませてくれると思います。
はい、あと林田美幸さんからで質問で、はい、ファンデーションのあと時間を置いた方がいいのかすぐにパウダーするのかどっちがいいですか。いやもし、まあ、すごく今まだね暑くて汗がとかなのであれば、まあ、軽くねあの汗がやぐなくなるまで置いといてもいいかなと思いますが、基本的にはもうファンデーションとかコンシーラーをしたら瞬きとかねやっぱ1日に2万回ぐらいしますので、なんで待ってる間にねたくさんたくさんよれていかないようにパウダーはもう早くもうサランラップのようにねピタッとやってあげるのが大事かなと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、これでベースメイクは完成ですね。そうなんです、めっちゃ簡単ですね。そうなんです、この簡単3ステップで崩れにくいベースメイクというのが出来上がりました。そして、カメラさん待って見てくださいよ、萌えさんのこのツヤ感がありちゃんとツヤ感捉えられてますかね。ちょっとそう光がね、そうそうそう光をツヤ感がちゃんとある生肌っていう感じですね。はいはい、萌えさんどうですかここまでで。そうですね、なんかすごいたくさん工夫をしないと崩れないメイクってできないのかなって思ってたんですけど、これなら朝バタバタしながらでもできそうです。あ、いいですね、上手ですね、上手ですね、いいですね、上手ですね。あとこれね、はい、ファンデーションが結構カバー力あるからコンシーラーなくてもいいのが結構いいですよね。そうなんですよ、コンシーラーなくてもね本当にあの薄いクマとかであれば全然いけるのでいいですね。はい、では早速続いていきましょう。はい、では次にアイメイクをお願いします。今回はなんとマミ様がプチプラコスメでマミ様メイクを解説いただくということで、はい、はい、やっていただきたいと思います。もうね実はアイブロウはもうすでにちょっと使ってはいるんですけれども、はい、こちらアイブロウパウダーであの眉は今描いた状態です。使っているものがサナエクセルスタイリングパウダーアイブロウ SE03 1300円です。はい、そしてですね今から使っていきたいのはこちらなんですよ、じゃん。はい、エテュセアイエディションブローマスカラ03 1200円です。はい、でこれ、はい、そう色がねとっても綺麗。これ全何色ぐらいあるんですかね。なんか全まあ 4、5色ぐらいありまして、でこの色チョイスさせてもらいました。どんな人にでも合いやすいあのブラウンなんですよね。そのあのパーソナルに全然合いやすいブラウンで、うんうん、03ですね、3番ですね、はい、塗っていきましょう。今でも十分綺麗なんですが、うん、ここにちょっと明るさを足していって、うんうん、そう色がちゃんとね発色がいいなと思いました。このエテュセのアイブロウマスカラ何のカラーですかっていう花子 KD さん、03です、03ですね。余計な色の名前はついていないっていうのがまたいいところですね。シンプルな感じですね。シンプルです。1200円で結構ねボリュームしっかりあるので、あ色が変わっていきましたね。はい、はい、もうカメラさんがなんか萌えさんのこと好きなのかしてえらい寄ってません大丈夫かな。眉毛をよく見せるためですよ。眉毛をねよく見せるためですね。あ全4色ありますっていう風に書いてくださってます。ありがとうございます。優しいです。優しいな、はい、まあ、マミーズとかみんなのマキアの読者さんもみんな優しいですよね、はい、優しい本当に、うん、ありがたい。顔半分しか見えてないから眉毛は濃いめになんか書いといた方がいいですか。こうバーンみたいな。逆にそうなんですよ。さっきも言ったみたいに今まではね全顔で勝負してたところをあのフルコートでサッカーしてたねラモスがハーフコートになってごらんなさいよとね暴れまくってしまうのでやっぱちょっと力は抑えめにしてあげてほしいんですよね。なぜラモスわかるかな、マキオの人みんなでちょっとあの柔らかくしてあげるのがポイントなので、やっぱマスカラ眉マスカラなんかはね、エテュセさんのマスカラは、ま、あの眉マスカラは白っぽくならないっていうのは私個人的に好きだなと思ってます。はい、髪色よりも眉毛は明るい方がいい、暗めがいいっていうミードンさんから質問です。なんかね髪色に合わせるというよりは、うん、その後に何色のアイシャドウをつけるかとかリップどうするかっていう全体のバランス、メイクバランスに合わせてもらった方がこれからの時代というかね、これからはやっぱあの抜け感が出ていいかなと思います。確かに眉毛が濃くてもおしゃれですし、うん、逆に眉毛の存在感はあんまりなくていいやっていうメイクもありますもんね。ありますあります、そうなんです。なんでね今みたいにちょっとふわっとさせてあげるっていうのは大事ですね、うん、可愛いと思います。はい、では次、はい、アイシャドウですね。おアイシャドウ行きましょう、はい、アイシャドウもエテュセです。エテュセアイエディションカラーパレット04 1400円です。はい、エテュセもこれ全なんか結構ありました、6色ぐらいあって全部可愛かったんですよ、うん、エテュセさん可愛いですよ ね、 ね。でこの今回は04番使っていきましょう。馴染みのいいオレンジゴールドですね。さあ2色あるうちの萌えさん濃いめから使っていきます。
はい、はい、馴染ませてもらって、さあどうぞ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 。嬉しいですね。 YUI さんなんかもね、メイクバランスに合わせる眉マスカラ、うん、すごいって書いてます。うん、これ買いました。エテュセ。あ、なんか水谷雅子さんが見てくれてますよ。あ、こんばんは。こんばんはこれインスタライブっぽくないですか？こんばんはさあ今エテュセ、そうどうですか、発色もすごくいいんですよ。今ね、濃いめの色を塗った上から軽くこのワントーン明るめのカラーをふわっとね、ベールをかけるようにしていってます。画面でも色見えますね。あ、使いやすそうな筆ですね。どこのですかって書いてくれてますが、これはマミ様の私物のトゥーフェイスドです。あ、トゥーフェイスドなんですね。トゥーフェイスなんか持ってて、いい、そう上がりますよね。私の私物でございますよ。そうで、アイシャドウがこう、ね、2色なのにすごい奥深いグラデーションに見えるのがね、うん、高見えですね。だいぶそう、先に暗めをのせてから明るめでベールをしてあげると簡単にグラデーションができてくれます。すごい可愛いですね。暗めを先にのせるんですね。そうなんですよ。実は萌えさんもね、普段から暗めをね先にのせてるって言ってて、さすがだ。マキアッコはみんなやっぱね美意識が高い。あ、濃いめ。花子 KD さんがたくさん質問してくれててありがとうございます。はい、濃いめから塗るときと薄いカラーから塗るときはどうイメージが変わりますか？はい、あの薄い色から順番に濃くしていくっていうと、やっぱのゴールがなくなっていくので、言ったらどんどん濃くできるってことですね。うん、なんで華やかなアイメイクしたい時なんかはその順番でやったらいいと思います。はい、逆に濃い色を先に塗って薄い色でベールをかけてあげるというのは、やっぱりオブラートに包んでるっていうことになるので、やっぱり柔らかさが出ますね。こんな感じで、秋の色ってどうしても暗めのカラーが多いので、うんうん、この暗くなりがちなところをこうやって暗いと色からのせていくことで、暗くなりすぎないオブラートね、ワンフォー1枚羽衣をかけるみたいな感じです。可愛、はい、いですね。可愛 いですね。なんか十分目元のアイシャドウが確かにふわっとしてます、うん、ね、オレンジゴールドみたいな感じですね。はい、さあここからスパイスを、はい、最後マス、あ、最後ではない、違った最後ではない、時を戻そうちょっと走りすぎましたが、はいはい、次アイライナーですね。はい、はい、アイライナーはサナエクセルスキニーリッチ、リッチライナー RL04 1300円です。はい、サナですよ、サナ。このアイライナー私一目惚れしまして、うん、明日早速買いに行こうと思ってるんですけど、エクセル、あのこの秋めっちゃいい感じなんですよ。皆さん、いいですね、皆さん。エクセル、そうサナって言っちゃったエクセル。そうで、これテラコッタっていうカラーですね。でもっと ブシューと出るかしら、なんかすごい筆圧の薄さがでもね、こう繊細にも描けるってことですね。そう、細くも太くも描けますし、発色がねやっぱすごくいいですね。かわいい。さあ早速目元に描いていきましょう。うん、はい、こちらはリキッドですけど、アイライナーはペンシルとかリキッドとかどのタイプのものがおすすめってありますか？正直あのね、黒いアイライナーをちょっと今お休みしてほしいなと思っていて、うん、というのもなんでかっていうと、やっぱ黒ってすっごく主張が強くなるので、はい、まあ、一つは秋色がねちょっともったいないなっていう、私のこの貧乏症、秋色もったいないのでちょっと黒お休みしたいっていうのと、はい、やっぱりマスクをするとさっき言ったみたいにハーフコートね、うんうんうん、範囲がちっちゃくなるので、まり主張するものよりはやっぱ色味で柔らかさとか温かさを出していってほしいんですよね。なのでリキッドやペンシルというよりは、そうカラーをこだわってもらえると嬉しいなと思ってます。ね、なんか この秋はね結構カラーっぽい、アイライナーもいっぱい出てますよね。うん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 、でまあ、強いて言うならリキッドだとやっぱラインがシャープなので、うん、クールでこう、ね、お仕事中とかにもこう斜め45度ほら今みたいにね見てください、パソコンパチ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 エンターキーパーンみたいな時でもそう偏れる先輩っていう感じになりますし、ペンシルだとこうふわっとぼやけるので、うもうあの友達と遊んだりとか、あ、デートの時なんかにもいいですね。いいですね。はい、質感はイメージを変えることができます。25A49TD さん、カラーライナーでまつげの隙間を埋めると目力なくなったり色が浮いて不自然にならないか不安で泣きってなってますけど、泣きピエンですね、ピエンですね。明るすぎる色になっちゃうとやっぱ浮いちゃったり、あと膨張してハレーションを起こしちゃったりするんですけど、まあ、今回みたいな秋カラーのカラーライナーなんかはしっかり深さも出してくれるので、一回ねこういったテラコッタカラーとかでトライしてもらえると嬉しいと思います。やってみてください。やってみてください。はい、では
今度こそ最後、はい、最後最後今度こそね、まあ、最後が2ステップあるんですけれどもはい、最後にまずマスカラですね。はい、はい、どう、なんとマスカラを2種類使ったということで。そうなんです、はい、このマミ様メイクですよ、やっぱり色の魔術師ですので、うん、はい、はい、下まつげエテュセアイエディションマスカラ02-1200円です。はい、このねエテュセもブラシがとっても細くて、うん、でこれもね色味が、これなんでしょうね、02番、ね、赤みのあるレンガ色まではいかないですが、うん、さっきの塗ったテラコッタのアイライナーとのバラの相性もすごくいいです、うん、でこれを下まつげに塗ってもらいます。はい、こんな感じのちょっと茶色の色ですね。そうです、コクーンさんもね2個使いって書いてますがやっぱね2個使いですよ、これね、やっぱ 色の魔術師であるね私からするとね、うん、やっぱこれもう胸が騒ぎますねじゃないわ、手が腕が鳴りますね下まつげに繊細にこうやってね細かい短い毛までキャッチすることができるこのミニブラシがやっぱいいですね、うん、はい、あ、そうですね、みちこみみさん、下まつげ専用ではないのですねっていう質問なんですけど、うんうん、こちらは下まつげ専用ではないんですけれども、うんうんうん、割とねブラシが細かいので下まつげも塗りやすいですね。塗りやすいです、うん、はい、で下まつげにこのカラーのねマスカラをつけることで影が落ちて、うん、下のアイシャドウの色がよりこうグラデーションがかって見えてよりね、うん、目が大きく見えるっていう効果もあります、うん、はい、はい、あ、マキアはねまだ明日発売ではないですね。あ、ま、ワイマサミさんがもう気がだいぶ流行っちゃってすいません、だいぶ早い、だいぶ早いぞ、はい、もう少しお待ちくださいもうちょっと今の号を楽しんでください。はい、はいはい、そしてはい、上まつげはサナエクセルロング&カラードラッシュ LC04番1500円です、はい、こちらはどんな色ですかね。こちらがねオリーブグリーンと言いますでしょうか、一応名前的にはグリーンオーシャン深いブルー、うん、まあ大丈夫かな、手に乗せなくても、うんうん、ちょっと緑、そう緑っぽい、深緑みたいなね、このオリーブグリーンですよ、実はさっきもカーキとかね、うん、なんかいろいろ出てましたが、ね、はい、マミ様やっぱね、アイシャドウは皆さんも使いやすい、うん、こういったね温かみのあるカラーとか使って、うん、アイライナーもテラコッタで温かみ出して、下まつげにも温かみでね、何回温かいって言ったかめっちゃ温かいっていうところにどうぞ塗ってくださいね。オリーブグリーンのスパイスをね、うん、つけたいんですよ。そうすることでこれ色がね反発し合うというか、うんうんうん、いい意味で引き立て合ってくれて、どっちの色もすごい綺麗に出てくれるんですよ。もうちょっと重ねていきましょう。さあさあさあ、上からね軽くひと撫でするとよりカメラさん捉えやすいかもしれないです。はい、これね、私もあのその話聞きました、撮影とかで、うんうんうん、あのオリーブっぽい色を目周りに使うの今年すごいいいって。いや、そうなんです、うん、ただやっぱね、あの慣れない人なんかはオリーブのシャドウとかラインってやっちゃうと、うん、ちょっと、ね、ウォーキングデッド感がね、うん、ゾンビ感出ちゃうのでごめんね笑わせて。なんでこれでね、トライしやすいオリーブグリーンのこういったマスカラを、うんうん、オレンジ系のシャドウとかに合わせてあげると、ふと瞬きした時とか、ちょっとこう横にね触れた時なんかに、あ、なんかちょっとグリーンってなる。確かに素敵ですね。あ、嬉しい、なんか買いますマミ様とかね書いてくださってますエクセルの方見てくれてますかね。ね、あ、かわいいかわいい、ちょっとこう瞬きしたりこう、ね、うん、視線変えたりした時のこのグリーンの感じが、うん、節目がちになった時のカラー感がかわいいってね、うん、ゆかりパンダさんも書いてくれてます、はいね、はい、あ、なんか質問でさっきちょっとちらって見えたんですけど、カラーマスカラ、カラーラインにするとなんか目が弱々しくなっちゃうかもしれないと思うんですけど、弱々しくていいんですかっていう質問がありました。ポイントはですね、明度ですね、うん、明度、明るさ、そう、同じオレンジとか一口に言って例えばブラウンって言っても明るいブラウンなのか暗いブラウンなのかとか、オレンジも明るいのか暗いのかっていうところをよくよく見てもらって、やっぱ全部が明るめだとぼやーんとぼやけちゃうんですよ。しょうがない、どんな人でもそうなっちゃうので、やっぱりどこかに、まあ、アイシャドウなのかラインなのかマスカラなのか、どれかにやっぱりそういったの濃いめの色っていうのを入れてあげるっていうのが大事ですね。だからブラウンでもちょっと濃いめっていうのを今回は入れてみました。はい、はい、ありがとうございます。これで完成ですかね、はい、お、できましたね、はい、できましたね、できました。そしたら、うん、せっかくマスクリンクメイクなのでマスクをつけてもらいましょう。やってみましょう。はい、うん、そのまま普通にやってもらっていいですよ、はいはい、どうですか、
どうですか萌えさん、いかがでしょうか。どうでしょうか。マスクしてて喋れない。喋れない。もうちょっと下にしましょうか。ちょっと 見えにくかったかな。ですね。それこそ先ほどあの3つ目でおっしゃってた、うん、目元ギラギラメイク。いいでしょ、カメラに向かっ てくださいね、はい、目元ギラギラメイクを結構私はやってしまいがちなんですけど、うんうん、これぐらい薄付きでも色を工夫すればインパクトがあって上品なメイクができるんだなと思って明日からやりたいと思います。素晴らしい。あれちょっと横からね見てもらうと分かりやすいと思います、はい、そうそう、どうしてもね上から写すとねクマの目の影が出ちゃいますけども、こんな感じですね。はい、はい、なんかチークはしないですかってコメントがいっぱいあるんですけど、本当は用意してたんです。用意してたんですけど尺的な問題で、でもなんかいけるんじゃないですか。あ、ね、今回あいけそう。あ、 OK もらいましたということで、はい、はい、彼女に渡してください。今回私の私物持ってまいりました。じゃあこちら、ドン。じゃーん。じゃーん。開けちゃってください。オープン。チャイチャイです。あ、すいません、はい、横ゆかちゃんお願いします。ローラメルシエのチャイですか？はい、ローラメルシエのチャイでございます。はいはい、で、こちらを使っていきましょう。うん、で、つけるとき、実はこれマスクリンクメイクのポイントがあるんですけども、うん、斜め45度に入れちゃってください。はい。こういう感じです。ちょっとマスクからはみ出すようにって感じですね。そういうことなんです。やっぱね、マスクで隠れるからチークいらないわっていう人もいるんですけども、はい、のんのんのんですよ。片っぽだけ今ね軽くつけてもらいましたが、これでマスクもう一回してみてください、はい、私は買ってもう、打ち合わせにないビフォーアフターをさせるっていうで、こうした時にやっぱりこのマスクから見える部分にちゃんとチークが出てくることによって、うんうん、やっぱり血色感もいいですし、顔がねちっちゃく見える小顔効果っていうのも出てきます。やっぱこう斜め45度からの角度が違いますよね。なんで反対側と比べても、そうなんです、反対側はやっぱね血色感がないと本当にしんどくてマスクしてんのかなってなっちゃうので、やっぱり斜め45度に入れることでこの光のねツヤ感も綺麗に出てくれます。確かに全然違う、うんうん、顔がちっちゃく見えるってめっちゃ便利ですよね。ね、そう、なんかリップがこうないと血色の出し方わかんないと私思ってたんですけど、チークをはこうちょっと見えるように塗ればいいんですね。そうなんです。ポイントはまあ黒目の下あたりの位置からちょっと触ってみてください、うん、そのまま、うん、上からでいいですよ。黒目の下ぐらいの位置からもうちょっと下ですね、うん、そこら辺から耳の上の部分に向けての、そうです、この斜め45度ですね、うん、こうやって入れてあげると、そうチークのラインが可愛いって、みおさんありがとうございます、ね、ありがとうございます。そう、ちょっとねチークからはみ出る感じがポワーンとポワーンとして可愛く見えて、うんね、シュッ小顔に見えてくれるんで最近顔芸がね多くなってきてますけど、なんでね、マスクリンクメイクにはチークもやっぱ大事なポイントなんで、うん、質問してくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。なんか3色パレット、ローラの3色パレットでチャイゲットしましたっていう人が結構ちらほらいます。 あれめっちゃ可愛いですからね。可愛いし、めっちゃあれでもうなんか5年ぐらい持ちますよね。いや本当めっちゃ大容量ですよね。ね、さあ出来上がりましたね。これで改めて萌えさんがマスクしてくれ、はい、はい、うん、めっちゃいい、うんうん、いいですね。やっぱシュッとね顔が引き締まっていきましたよ、はい、さあこんな感じでですね、うん、まあ、あのマミ様プレゼンツなマスクリンクメイク、はい、今の時期に嬉しい、はい、崩れにくいベースメイクっていうのをこちらの3点で簡単に、はい、もうね、作らせていただきました。大事なのは薄くを重ねるっていうことですね、はい、そして今回はプチプラをふんだんに使ったカラーメイク、うん、やったーやったーで秋がねちょっと楽しくなるような温かみのあるカラーにオリーブグリーンのスパイスをのせたというアイメイクですね、うん、このやりすぎないっていう、黒とかでがっつりやりすぎないけど、やっぱ私マキアッコなんかメイク大好きだと思うので、やっぱアイメイクはちゃんとしていいと思うんですよ、うんうん、ただ色の力を借りてこう柔らかさを出したりとかね、あと秋の季節感を出したりっていうので楽しんでほしいと思います。はい、はい、であとマミ様、今日のアイシャドウを教えてください。ミーですか。ミーねミー今日ねトゥーフェイスド使って、今日持ってくればよかったトゥーフェイスドのね、ちょっと赤みのある、ちょっとあまり酔いすぎると目の充血が大丈夫ですか、はい、赤みのあるで、さっきね実は私控室でエクセルのマスカラの、カシスブラウンみたいな色をちょっとつけさせてもらいました。かわいい、赤みが出てるんじゃないでしょうか、はい、はい、今日ね、はい、そう、私が赤みで、うん、彼女に今オレンジかけるカーキっていうね
秋の色をふんだんに使わせていただきましたよ、はい、あと萌えさんのネイル可愛いですねみたいなのも見えました。あら嬉しいです。何ですか？ネイルはアディクションのバニラブレイクをベースにして、はい、好きなやつだ、バニラブレイク。わかるの？すごいな。で、上が、エレガンスクルーズの103番だったか104番だったか、はい、キラキラの、はい、すごいツイッターでバズってたやつを欠品続きの通い詰めて買いました。さすがですね。熱量が高くて素晴らしい。横岡ちゃん今日はネイルは何も。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。なんかいつもこう可愛いなんか、ね、イメージが、ごめんなさい。あとマミさんものね、リップとネイルも見たい。はい、ネイルはですね、じゃん、ネイルはアナスイでございます。フルフフルフ、はい、ネイルはアナスイですね。アナスイとリップ、今日私何塗ったっけな。あ、リップランコムです。ランコム、はい、ランコム の, あのミルクティーとかが出た時の、そう、あれもめっちゃ好きすぎてまだ使ってるやつ。わかります。なんで今日全体的にちょっと暖色、温かみのある色味でまとめております。はい、はい、そんな感じですね。あっという間に、あっという間にいい時間に、いい時間になりましたね。なってきたのではないでしょうか、はいはい、では皆さん、今日の放送の感想や実際にマスクリンクメイクしてみましたというようなお写真はぜひハッシュタグマキアインスタライブをつけて投稿いただけると嬉しいです。はい、はい、次回の配信は9月17日木曜日21時からです。では本日の配信は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。